こんにちは、粟田洋介です。今日はこのランチバッグにアクリル絵の具で絵を描いていくんですが、いつも私がアクリル絵の具で絵を描くときはこのファブリックメディウムはあまり使わないんですけど、使うときはちょっと薄めるときに使っています。ちょっとその特色はこのトートバッグに絵を描きながら説明します。で、その前にアクリル絵の具じゃなくてアクリルワッシュで布に絵を描くことができるかどうかということで、私はアクリルワッシュ、そういう意味では信用してないので布に絵を描くことはしません。なんですが、アクリルワッシュを使っている人は多いと思います。で、もしもこのファブリックメディウムをアクリルワッシュに混ぜて布に絵を描いた時に洗濯しても落ちないかどうかということをちょっと実験してみたいと思います。で、今日はこの布にアクリルグワッシュですね。それでここにいくつかアクリルグワッシュがあるんですけど、全部メーカーが違います。これがレキテックスで、これがホルベインですね。で、これがターナー。ターナーのアクリルグワッシュは私の知り合いも使ってる人が多いです。で、これが日華絵の具のアクリルグワッシュです。このターナーは白なので、この黒い部分ちょっと塗りつぶして実験してみようと思います。ターナーが固まっちゃってるんで、これに布のメディウムを混ぜて、で、このメディウムを顔料、この白はちゃんとあって、で、このメディウムを入れているので理屈ではちゃんと使えるはずです。で、この一体ちょっと全部メディウムがアクリル樹脂なはずなので、こんな感じで洗って剥がれなければいいんですね。今度は日華絵の具です。この日華のアクリルグワッシュは乾いても上から絵描いたらちょっと滲んじゃったことがあるので、もしこれがしっかり定着すれば大丈夫ってことですね。ちょっと多めに入れてみましょう。さっきターナーで白く塗ったところですね、その隣にこうやって、これが蛍光グリーンです。これはレキテックスの蛍光グリーンです。日華絵の具の隣にこうやって塗ります。で、最後はこのホルベイン。ターナーだけちょっと白で目立たないんですけど、日華絵の具、レキテックス、それからホルベインのアクリルグワッシュをこの布メディウムで混ぜて塗ってみました。明日まで乾かしてちょっと洗濯して色落ちするかどうかを実験したいと思います。基本的にアクリルグワッシュっていうのはアクリル絵の具よりもアクリル樹脂の量が少ないということなので、このファブリックメディウムと混ぜればファブリックメディウムは樹脂なので、まあ理屈的には耐水性や耐久性が高くなるんですけど、ちょっとこれで実験してみたいと思います。これは明日まで待つとして、今度はアクリル絵の具でこのランチバッグに絵を描いていきたいと思います。最近気づいたんですけど、このファブリックメディウムは定着性とかもそうなんですが、この布っていうのはすごい水を吸います。なのでちょっと水を薄めたアクリル絵の具をこんな感じで布に塗ると、水を結構吸って描くのに結構時間がかかります。そこでこのファブリックメディウムをちょっと足してそれから布にこうやって塗るとすごく塗りやすくなります。ちょっとこんな感じになってきましたが、次はこの T ペンというものを使って書き足していこうと思います。
ともっと書き足したいんですが、このアクリル絵の具が結構濡れているので、これが乾いてからもうちょっと書き足していきたいと思います。で、これも乾いたら洗濯機に入れて洗ってどうなるか実験したいと思います。今日はもう遅いんで、明日の朝やろうと思います。これもね、12時間経ちました。もうすごい乾いています。で、こっち側ですね、布用のメディウムを混ぜてあります。それでこっち側の方は、メディウムを混ぜないで、そのままアクリルガッシュで塗った部分です。で、これを洗濯機に入れて洗ってみようと思います。さっきの布は洗濯機に入れて洗濯をしています。洗濯している間に、この書きかけのランチバッグを終わらせていこうと思います。で、昨日この板をここに入れた理由なんですが、結構この布すごいしっかりして厚みがあるんですが、これだけ水を足すと後ろにこうやってにじんできます。そうするとこの裏側にも色が移っちゃうので、なのでこのボードを中に挟みました。あとはこれ裏にこの布が重なっていて、ここに段差ができて書きづらいので、この段差を作っているこの部分ですね、この上からこうやって入れるとここが平らで書きやすくなります。ではまたこの T ペンっていうファブリックペンで続きを書いていきます。ランチバッグの方が完成しました。こんな感じですね。頭の上の卵というタイトルをつけました。で、アクリルガッシュで塗った布の方の洗濯も今ちょうど終わったみたいです。ちょっと見てみましょう。今洗濯が終わったばっかりでまだ濡れているんですけど、意外にも色がちゃんと残っています。このターナーとホルベインの方は20年以上前に使ってたやつで、かなりちょっと固まって、ということはもうアクリル油脂が少し乾いちゃった状態だったので、実験にならないと思ってメディウム混ぜてない方は塗ってないんですが、このファブリックメディウムを混ぜた部分はしっかり残っています。この日課絵の具とリキテクスの方はまだ10年前とかよりちょっと前ぐらいに買ったやつなんで、比較的新しいので、見てください、剥がれている様子がありません。このメディウムを混ぜた方は全部しっかり定着しています。で、これまだ布濡れてるんですけど、こうやってにじむ様子もないです。ホルベインとターナーの方もこんな固まりかけてるやつじゃなかったら、多分こんな風になってるかもしれないですね。で、実験の結果、1回の洗濯でこのぐらい色が残ってるということで、私が思ったよりもアクリルガッシュの定着は良かったんですが、何回も洗ってどうなるかわからないし、アクリルガッシュはアクリル絵の具に比べてアクリル樹脂の量が少ないということで、紫外線に弱かったりひび割れがしたりするという特色があるので、やっぱり布に描くことは私からはあまりおすすめできないかなと思います。で、なんかリキテックスの製品で
紫外線にも強くてひび割れもしにくいっていうアクリルガッシュがあるそうなので、それだったらもしかしたら布に描いても大丈夫かなと思うんですけど、私はわからないのでそれでもおすすめっていうのはできないんですけど、アクリルガッシュじゃなくてアクリル絵の具だったらこれで私何年も布に描いて何十回も洗濯して大丈夫っていうのを実証しているので、私が布に描く絵の具でおすすめするのはアクリル絵の具ということになります。ということで今日はアクリル絵の具プラスこの布用のファブリックメディウムでこのランチバッグに絵を描いたのと、アクリルグワッシュと布用のファブリックメディウムを使った実験をしてみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。